よいしょ。ということで、こんにちは、くらいです。よろしくお願いします。ってところでね、ごめんなさい。まずね、昨日のキャッシュトーナメントの動画がもう2時前ぐらいになってしまいまして、そこは申し訳ございませんってところと、まあ、本当はこの動画もね、その昨日中に上げたかったんですけど、ちょっと昨日ね、帰ってきたのが12時過ぎで、でも、あの動画撮って編集して投稿したら、そのまま寝てたんで、はい、ちょっとね、まあ、どちらにしろ土曜日の動画なかったんで、まあ、これを結果にしようかなってところでございましてね。はい。いやー、62位か。まあ、分かってたんですよ。その、全部終わらした段階で、46位とかだったんですよね。なので、なんとなく察してたんですけど、これね、前回もね、前回のオープンチャンピオンシップスもここでね、62、3位とかだったんですよ。いやー、これはにはね、いろいろとありまして、まずね、ファーストでは、まあまあ、マシでしたね。ただ、セカンドコースがね、やらかしましたね。2回目の時に、1個やらかしたせいで、グダグダになっても諦めましたね。で、ファーストで全てを頑張ろうと思ったんですけど、2箇所待ち、ミスって、まあ、そこがだから、バーディー取れてれば、余裕で突破できたんですよね。1個バーディー取れてるだけで、良かったんで、そこがね、やらかしちゃって、だから、下がマイナス2で、上がマイナス6やったのかな。なので、マイナス6、7、マイナス7やったら、マイナス9で突破できてたんですよ。なので、ちょっとね、そこに関してもやらかしたなっていうところでね、いや、これ、いやー、なかなか、まあね、もったいないなというところでございますね。ちなみに今日はね、もう今、早いですよ。今ね、17時です。早くない。今早いんですけど、理由としては今日もね、WBC 見たいんで昨日もね、まあ、一応外には行ったんですけど見てたんですけど、まあ、今日もねちゃんと見たくて、あれ19時からじゃないですか。見てたらねもう日付変わりそうなんですよ。いつもねもう23時過ぎになっちゃうんで早めに撮ろうってところでね、今日もね早めに撮ろうかなってところでこの時間ですけどもね。いや本当に、いやーもうまたか。いや何よりね、報酬がもったいないんですよ。ちゃんとね、ファイナルに出るだけでね、石ね、これ、400個でしょ。二次予選で200個でしょ。いや、日本、ああマジでもったいない。何をしてるんだと、自分に言いたいくらいマジで腹立つ。もう、なんであんなとこでやるかすんのかな。もう、もったいなすぎるよね。絶対いけたよ。正味マジでいけた。これまでずっと今ね、キャッシュトーナメントもね、平和にね、こう順調に行き続けているからこそ、なぜなんだというところなんですよね。ちなみにね、今回のキャッシュトーナメントもね、ちょっとギリ、ちょっといけるかどうか微妙なんですけど、今57でしょ。ちょ1位がね、1位の人がちょっと常連の方がいらっしゃってね、やべえなと思ってるんですけども、ボーダーマイナス5か。で、マイナス6取ったら、まあって感じなのか、マイナス6取れたらもう、安全牌、マイナス6で 0.8 なんで、この辺に行くんで、この辺かな ?34 位とかなんで、多分大丈夫なんで、あと 1個ですね。まあ、マイナス6さえ取れてしまえばいいのですけれどもね、まあ、どうなのかなっていうところですね。まあ、マイナス6か。まあ、セカンドもう一回ちゃんとやってマイナス3取るか、まあ、ファーストでね、結構イーグルチャンスはあったと思うのでね、まあそこで狙いに行こうかなっていうところですかね。いや、本当に、もう、やらかしたなぁ。いや、オープンチャンピオンシップス、やらかしたのがね、結構響いててね、僕の中にもうモチベが、こう、やる気が一気になんかね、ちょっとドタバタしてるのもあるけど、もうですよ悔しいなぁ、もったいなかったなぁ。石、何だ、石がもったいない。200個多くもらえたってもう全然ちゃうよ。全然ちゃうんすよね。これ何本、今35万あるのか。もうマジでもったいなかったなぁ。ああ、ショックがでかい。ただただショックがでかい。この今日の土曜日とにかく、まあ、その、昨日がね、もう、ギリギリだったんで、もう、取って、ああ、無理やったんや、ああ、寝ようってところだったんですけど、今日に関してはもうね、
いやマジでやらかしたなっていうその気持ち気分だけで、かつ花粉がきついというところで今めっちゃ目痛いし、鼻がこう鼻にくるわ、まあというところでね、あまあ申し訳ないね、なんかせっかくね毎回ね動画も投稿してね、ちょっとずつね再生数も取れてきてね、登録者もねちょっとずつ増えてきてるにもかかわらず、ここでねちゃんとできないというところはなかなか良くないな、こういうところちゃんとやっとかないとねいけないなというところはね、反省してね、これからのね、まあとにかくキャッシュトーナメントに関しましては反省して頑張っていきたいなとは思います。はい、まあとにかく、ツアーに関してはね、いつも通り、まあ大物までは行ってるので、まあ最低限は行ってるんですけどね、デイリーミッションでね無事にまだ9000まで戻ったんで、はい、まあとりあえず早く1万まで持っていかないと、前回よりかはさすがにちゃんと稼がないといけないので、ちょっとそこに向けてとりあえずは進んでいこうかなという感じでございます。はい、ということでね、こんな感じで、本日はトークメインとなりましたけれども、動画終わりたいと思います。決勝進んでる方はぜひ頑張ってください。そうこれだけで、ね、一応ね見てない方もお知らせ見てない方もいらっしゃると思うので結構大事なポイントなんですけども、最終予選の不具合ってことで、なんかねグループ分け、本当は全体のトップ8だけだったんですけど、なぜかグループ分けされてて、それのトップ8が出てたっていうね不具合が生じておりので、プラス1回、プレイ回数が増えているらしいので、ちょっとねもしね気づいてない方は、でこの動画で、ね、知ったよって方は気をつけてね、ファイナルに出場してる方はねもう一回チャンスがあると思うのでね、チャレンジねぜひぜひしてくださいってところでございまして、こんな感じで、本日の動画はこれで終わりたいと思います。これからはね、ゴルフを楽しんでいきましょう。まずは僕は、次の白猫プロジェクトのイベント反逆のカラーズ3を楽しみにしつつ、ゴルフのね、これからのキャラをね楽しみに していこうかなと思います。ということでこんな感じで本日の動画これで終わります。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよかったらよろしくお願いします。それではバイバイ。